ターってみーしゃんありがとう、100キラありがとうみーしゃん、久しぶりすぎ、毎晩寝落ちの日々って。おやまーくんありがとうね、来てくれて。こちゃっぺちゃんこんばんは、かずくんこんばんは。今日は黒い服って、そう、今日は白に黒のワンピース。えっちゃんたい焼きありがとうね、えっちゃん、ピンクたい焼きありがとう。パチュンパチュン サタボーくん、パチュンパチュン、サタボーくんこんばんは。みんみんちゃん、やっほーこんばんは。みんみんちゃん、えちゃん流れ星ありがとう。キラキラ光るえちゃんの星よありがとう。ポコちゃんこんばんは。ケイスーくん、ケイスーくん、たい焼き、ピンクたい焼き10個ありがとう。トーイくんこんばんは。うお、生き返った、おはよう。むっちゃん、むっちゃん大丈夫か？大丈夫か、むっちゃん。もうね、ほんとね、人間ね、なんか同じ人間なんだからね、みんな、ほんとに。同じ地球上に生まれている人間なんだから、みんな赤ちゃんの時代があって、赤ちゃんを経て、成長してるんだからね、みんな。むっちゃん、大丈夫？経済学入門の落胆の危機なうて。うわ、待って、経済学入門とか懐かしいんだけど。私、いや、私多分、でもそっか、まあね、大学が違かったらあれだもんね。なんか同じ大学だったらさ、楽な先生とか教えてあげるのに ロックマン、ロックマン、天才アミちゃん。初見です、好きです、嬉しい、アさん。アミちゃんが黒とか珍しかったりするって。あ、でも黒はそんなに着ないかもしれない。私服ではね、なんか、その何、家にいる部屋着みたいなのは黒い T シャツとか着るんだけど。おやまーくんかわいい、ありがとう。かわいい、おやまーくんかわいいすぎだよ。ありがとう。黒お揃い、えちゃんの。えちゃんの好きな黒です。あさん、フォローありがとうございます。みゃーちゃん、天才あみちゃん、宇宙的にかわいいよ、あみちゃん。嬉しい、みんみんちゃん。としきくんこんばんは。オレオレ先、たけっちこんばんは。普通にあれ日本語なんてくらい意味わかんないって。うわ、もうなんか何やったかわかん忘れちゃったもん。あ、きら星、色星ありがとうね。シースルーでもそうでなくても宇宙一心の透き通ってて可愛い、闇ヤッホー ヤッホー、ありがとう、来てくれて。黒は着ないそうですよねって。いや、着るよ、たまには着るんだけど、その確率的に低いっていう。まあ夏だから、夏、これから夏だから、なんか涼しげに行こうかなみたいな感じ。かわいい、あみちゃんこんばんは。リリーちゃんこんばんは。オレオレ先、竹内拍手ありがとう。真に受けないように生きるぜ、ありがとうって、むちゃん。ほんとだよ、ほんとに。ね。まあ反面教師で、にするしかないよね、ほんと。私もそうしてる。皆様こんばんは、リリーちゃん。バレミトちゃん、ピンクたい焼き10個ありがとね。たい焼きを、頭から食べる人は、好きな人に積極的で、尻尾から食べる人は、あんまり自分からグイグイいけないんだよ。ティフでデビューは、3日と4日に出るって発表されましたねって。ね！ね！2日間ってことなんかな？へえって、えいちゃん。かわいいな、ボットありがとう。この頃体調優れないから寝るとこでした。大丈夫？リリーちゃん。お大事にだよ、ほんと。ゆっくり休んで。マクマクちゃん、アミちゃん、やっほー。バレミトちゃん、だるまありがとう。バレミトちゃん、だるまありがとう。ニックボちゃん、ノーマルたい焼き10個ありがとう。ボーラブルーさんこんばんは。なあ、ニックボちゃんいっぱいたい焼きありがとね。ボレミトちゃんハートありがとう。竹本ちゃんこんばんは。ボレミトちゃんもこんばんは。来てくれてありがとう、みんな。おはよう。今日も一日お疲れ様です。もう夜の9時なのかと思ったら一日経つのって本当に早い。本当に一日24時間じゃ足りないよってぐらい一日経つの早いんですけど、本当早すぎるね。
まあでも毎日毎日無駄にせず生きていきたいなの気持ち。てかさ、みんなにさ、あの課題曲聞いてほしいんだけど。まあでもそっか、こう携帯だから流せないのか。今日は何してたのって、えちゃん。働いてきましたよ、えちゃん。頑張ってせっせこせっせこ働きましたよ。あみちわー、みーちゃん来てくれてありがとう。えちゃんペンライトありがとうね。課題曲分かったんだねって。あ、そう、課題曲はでもまだその何、もう世に出てない曲、世に出てない曲なの、オリジナル曲なんですよ。あ、間違えた、えちゃん間違えた。ねえ、ちょっと色違うよ。マタドンこんばんは。あみちゃん偉いな、なでなで。みんなも偉いよ、ほんと。よしよし、みんな偉いね、頑張って偉いよ、本当に偉いね。あ、水色ペンライトありがとう。私ずっとずっと水色担当で今までやってきて、だからなんか結構水色、なんか自分でも結構水色のイメージがめっちゃついてるから、だからね、水色が嬉しいです。お、流せそう。ちょっと待って、なんかライブ配信ショールームでは流していいんだって。ショールームでは課題曲流していいんだって。だからちょっと流すね。ちょっと待って、このパソコンに今頑張っております。マタドンキラキラ光る、マタドン星よありがとう。イヤホンミミーちゃん、みーちゃん結婚してありがとう。みーちゃんと一緒ならどんなことも乗り越えてゆける、家族になろうよ。こんばんは、ティフの日程出たね。ねえ出たね。34、世に出てない曲聴かせちゃあかんのではって。うん、あの載せてはいけないんだけど、載せちゃいけないらしい。でもみーちゃん花束ありがとう。どうもキューピッドです、キューピッド。えっちゃんだるまありがとう。かんきちくん遊びに来たよ、ありがとう。ショールームでは大丈夫。うん、ショールームでは大丈夫みたいです。ショールームだったら大丈夫らしい。課題曲出たのって。そう、あのまだ振り付けは出てないんだけど、曲だけね、曲だけ出たって感じ。だからゼクシー、ゼクシーみーちゃん、あおんちゃんこんばんは。なまこちゃんハートありがとう、ありがとう。えちゃん、えちゃんペンライト、それそれ、水色ありがとうね。しゅうへいさんこんばんは。なまこちゃん、天才あみちゃん来てくれてありがとう。仮歌ってやつ2曲あるんですよね。夏さんフォローありがとうございます。キラ星、色星ありがとうね。ちょっとパソコンの使い方が全然わかんなくてやばい、本当に。このさ、あ、できそう、できそう、多分ね。帰宅途中ですって、えちゃん。あ、気をつけて帰ってね、気をつけて帰るんだよ。ちょっと待ってね、これすごいね、スマホと全然違う。
よし、流しながらお話ししましょう。音でかい？ピーちゃんこんばんは。えちゃんお疲れ、ありがとう。お疲れ、ありがとう。お疲れ様だよ、本当に。ラフィードさん来てくれてありがとうございます。左足の小指が痛いと思ってよく見たら爪がベロって剥がれてました。やば、大丈夫？それはめちゃめちゃ痛そう。大丈夫か？カーピンちゃん、天才アミちゃん来てくれてありがとう。えちゃんかわいい、ありがとう。かわいい、えちゃんかわいいすぎだよ、ありがとう。私が言ってんの伝わった？めっちゃか、なんかちょっとラップ基調みたいな。聞こえる？ん？って、これ課題曲今ね流させていただいてます。竹本ちゃんありがとう、たい焼き、ピンクたい焼きありがとう。ロックっぽいって、ロックっぽい。聞こえないか？聞こえない？オッケー。結構大きいんだけどさ、私のあれでは。今流れてる曲が課題曲。そう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 。チップちゃんこんばんは。ロックだねって、これなのって。そう、仮歌男性の声。そう、仮歌男性の声。戦隊ものの主題歌 かと思った。確かに。これなんて言ってるんだ。ロックイット&ファイト。これでダンスってめっちゃ動くんじゃないって。やばいよね、やばいよね。だから私がめちゃめちゃ焦ってたの、やばいって。ゆたかくん、天才あみちゃんありがとう。おしまい、終わりです。あ、ほんと結構ちっちゃく聞こえる。ほんと聞こえなかった？もう一回流すか、じゃあ。ちょっと待ってね。 OK、 じゃあ気持ち大きめで流した方がいいってことね。 OK、 でも覚えるためにいっぱい流したいから、いっぱい、いっぱいこの曲 BGM でいいかな、ダメかな、 BGM にしちゃダメなんかな。アミちゃんのイメージではない。かっこよくねなれるよう頑張ります。なんか急に激しい曲流し始めたと思った。このテンポだとめっちゃ早いよって。ね、やばいよね。もう一曲あるなって、もう一曲ある。聞こえてはいた、聞こえてはいた。足といえば靴の中で意識して足の指を広げておかないと隣の指に踏まれて血まめができてしまいますって。嘘、小山君大丈夫それ？5本指靴下履いた方がいいんじゃない？
いいよって柑橘くん。ありがとう。合宿終わった時にはキレキレアメちゃんになってるってことかって。なってるように頑張る、本当に。もうキレキレに踊ったこと今までなくて、なんかそういう、なんだろう、ロックなダンスを踊ったことがないから、え、アミちゃんって思ってもらえるように頑張ります。え、なにびっくりって、リリーちゃんびっくり。椿くんこんばんは。小山くん天才アミちゃん、なかなかハイトーンボイスの歌手ですなって。確かに。遠藤正明さんが歌ってるとかって、いや違うと思う。多分仮歌はどなただろう。姫路のけんさんこんばんは、来てくれてありがとう。もちちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。なんかもっとサングラスとかかけてさ配信しようかな。あ、ランキング100位になったよ、みんなありがとう。お菓子こんなハイテンポで踊り切ったら別人になってそう、いろんな意味でって。いや本当にね、多分別人にならないといけない、本当に。でもだからみんなに見てほしいな、本当。まだでも振り付けはまだ来てないから、どういう感じなのかまだわかんないけど、曲はこんな感じです。アパレンジャーとかブンブンレンジャーのオープニング歌ってる人が、あ、そうなんだ。アバレンジャーとかブンブンジャー、そうなんだね。遠藤正明さんって方が歌ってらっしゃる。そうなんだ。こんな感じ。もう一曲どうやって戻るのこれ。こんな感じ。ちょっとじゃあ一旦キョロちゃんに戻すわ。一旦落ち着いてキョロちゃんに戻すね。そもそもアイドル目指してる子がロック調のダンスやってるのって珍しいと思う。まあ確かに、確かにね。そうだよね。初挑戦です。初挑戦。やばいやばい、流しちゃったごめん。まあいっか。リリーちゃんたい焼き10個ありがとう。たい焼きありがとうね。ピンクたい焼き10個ありがとう。関野くんこんばんは、みちゃんありがとう。キョロちゃんが一番落ち着くなーって。キョロちゃんめっちゃ落ち着く。ね、そう考えたらキョロちゃんってめっちゃ落ち着く曲だなって思うよね。トラテツちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。もう一曲この課題曲って、そうそうそう、これです。ジャッキーちゃんこんばんは。あのテンポを完璧に踊る高本さんが見れるんですね。期待してますね。ねえ、やばいけど頑張るね。ありがとう。頑張ります、えちゃん。セナさん、初訪問ありがとうございます。ジャッキーちゃん、ありがとう、たい焼き。ピンクたい焼き、ありがとう。あー、ありがとう、いっぱいたい焼き、嬉しい、ありがとうね。和菓子食べようってつけてるからさ、私順位が出るの。ありがとう。ワイももともとはロックしか聞かない派だったんだけど、
きょんなことから今アイドルオタク。そうなんだ、みーちゃん。あ、えちゃん、甘い、ありがとう、えちゃん。えちゃん、えちゃんと、甘い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 の好き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 っていう私が選んだ君は、とびきりのスイート、甘い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 、一年で一番の贅沢でもしちゃいましょうよ。ありがとう、えちゃん。バズライトオブザイヤーちゃん、こんばんは。あ、今日はライブハウスに行ってきました。え、そうなの、イヤホンミミちゃん、おかえり。どこ行ってたの。ポンちゃんちら、ありがとう、ポンちゃん。こっちもハイテンポだね。プロのダンサー育てたいのかなって。まあでもコンセプトが本格派のダンスグループだからね。なんか結構さ、洋服屋さんとかでさ流れてそうじゃない。こんな早くないか、洋服屋さんの曲は。翔くんさん、2回目ありがとう。明日は工場でデスクワークの予定。おう、そうなのか。花さん、初訪問ありがとうございます。あ、ライブハウスは地元の仕事の都合ですって。あ、そうなのね。イヤホンミミィちゃん、本当に正体が分かんない。この曲が課題曲ってことは、運営さんはダンスメインのグループ目指してるのかなって。うん、多分そうだと思う。よし、キョロちゃんに戻りますね。109とかでアミちゃんが転院してそう。109で働いてそう、私。え、でもさ、ちょっとさ、やってみたかったんだよね、109とかで。ポンちゃん、ピンクたい焼きありがとう。どうだったかな。チップちゃん、ピンクたい焼きありがとう。ふふふ、イヤホンミミィちゃん。ポンちゃん、ハートありがとう。ソウキくん、こんばんは。洋服屋さんほとんど行かないって、ちゃん。え、ちゃん、え、ちゃん、じゃあ私が働いても見に来てくれないってこと。いや、わかんない、洋服屋さん、なんかさ、そんなにインスタとかでさ、 なんかどこどこの洋服屋さんのスタッフみたいな書いてあるの、ちょっと憧れるんだよね。ポンちゃん、ハートありがとう。ポンちゃん、いっぱいハートありがとう。私も正体不明、それがリリーって。え、リリーちゃんも正体不明なの。まあだからといって芸能関係とは限りませんって。あー、なるほどね、イヤホンミミィちゃん。難しい。個性あふれる本格派ダンスアイドルと書いてありましたもんねって、パパパちゃん。そうです、個性を出していかなきゃ。だからなんか、そう、なんだろう、どういうキャラクターが必要なのかわかんないけど、まあでもこのまんまでいきたいと思います。私は変にね、なんかキャラを作り込んでいって、そのキャラクターはちょっといらないかなってなったら嫌だから。ともさん、 NDLA さん、 NDRA さん来てくれてありがとうございます。さりげなく新作入荷しましたって、洋服モデルになってそう。確かに、なんかね、店員さんはそこのお洋服着れるもんね。だからさ、好きな洋服のさ、ブランドとかで働いたらめっちゃ楽しそうじゃない。ただ遠征行った時、一部の方には顔知られてますって。あ、そうなのか。んー、じゃあ私に会ったことあるってこと、イヤホンミミィちゃん。ない、アミが洋服屋さんで働いてたとして、それ以外の目的で行ったら迷惑でしょうがって。そんなことないよ、えちゃん。配信も見て選ばれてるわけだし、そのままで行こうって、ダンサー君。そうだよね、そのままで、このままで、じゃあ頑張るね。ちょっとダンスまだ振り付け来てないけど、うん、今はとりあえず曲をいっぱい聴いて覚えることから、そう、いっぱい歌詞とかね、全部完璧に覚えないと。
リアイちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。忘れさん来てくれてありがとう、こんばんは。ってことでこんな感じの曲でしたってことで、ちょこっとね、あまりにも流し続けてたらあんま良くないかなと思って、キョロちゃん、安定のキョロちゃんでいきますね。ねえねえねえと、最上級に可愛いのが今 TikTok をザ席巻きしてますからね、ロック調にしたいのかなって、まあ、確かに確かに可愛い系、可愛い系がね今出てるからね。まあでもそのなんだろう、今までのその高嶺のなでしこさんと可憐なアイボリーさんがもう可愛らしいっていうグループだから、今回は違うのにしたのかな。こんばんは女神、つやぽん来てくれてありがとうね。リアイちゃんハートありがとう。ルカポンタン来てくれてありがとう。エイジくんこんばんは。昔ギターレッスンに通ってたら同じクラスの女の子が家電量販売店でバイトしてたなって。え、そうなの？そうなんだ、すごいね、家電量販売店。こんなハイテンポで歌いながら踊るのプロでもきついよって。やばいよねほんとね。どんな感じなんだろうね。だってさ、マイクとかも、なんかマイク持ってる、持って踊るの想像つかない曲だからさ、どんな感じなんだろう。あのあれかな、持たないで、マイクを持たずにやるマイクかな。ゲーム好きがバレちゃったって、ゲーム好きバレちゃったみーちゃんゲーム好きなの知ってるよ。まだ一度も会ったことないなんて言えないって、イヤホンみーちゃん。あら、そうなのか、会ったことはない。石鹸かな、あ、石鹸か。もちちゃんありがとう。たこもとあみかわ語る。ヘッドセットかなって、こういうや、こういうやつ、こういうやつか、なんかここピンマイク。インカムマイクで歌うんじゃない、安室奈美恵さんみたいにって。インカムマイクって何？ダンスのテンポが速いから耳にインカムつけんのかなって。え、こういうやつ、こう、こういうやつ、こういうやつがいいな。やってみたい、つけてみたい。ヘッドセットでバリバリ踊る曲になるイメージってね、多分ね、そうだと思う。パチ屋の店員がつけてるマイク、え、わかんないよ。どんなのつけてんの。でもこういうさ、なんかさ、こっからさ、ここにマイクが来るやつ、伝わる？それって、それ、そう、こういうやつつけてみたい。やつつけてみたい。一回なんかさ、つけてるグループさん見てさ、めっちゃいいなと思って、私もそれつけてみたいって思ったんだよね。イヤモニつけてパフォーマンスしたことある？ない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 よ。あの耳につけるのもないよ。めっちゃ広いとこだとね、耳につけるやつあるけどね、ないない。なんかかっこいいよねって、もちちゃんね。あれあれ憧れる。え、でもどうなんだろう、だってマイク持つイメージつかないから、もしかしたらそうなるかもしれないよね。それかアカペラっていうか、あのマイクなしで地声かもしれないしね。地声で届けてって。あ、オッケーだよ、リリーちゃん
お大事にね、ありがとね。うなぴさんこんばんは、来てくれてありがとうございます。高本亜美です。手札デビューイベント参加させていただいてます。毎日ぬいぐるみと一緒に配信してます。よかったら覚えてください。今日はこの子です。うさぎです。今日専用のイヤモニ作られるとメジャー感あるって。確かに確かにすごいな。夜ご飯の食材選んでいるのでって。えちゃん、えちゃん一緒に俺選んであげるよ。えちゃんなんで行っちゃうのインカムマイクで安室奈美恵さんのボディーフィールズエグジスト歌ってくださいってどういう曲だよ、どういう曲まあでもこういう感じよね。こういう感じ。今私がつけてるこのマイクみたいな感じ。安室奈美恵さん。曲がいっぱいありすぎる。イヤモニがあったら曲終わる前に次の曲伝えられるから手に書かなくていい。え、そうなの？え、そうなの？すごっ、そうなんだ。すごいね。次の曲伝えられるんだ。いいな。めっちゃ頑張って手に書いてたな。なんかね、大きめのライブの時はね。めっちゃ激しめの曲ですって。そうなの？まあテレビはマイクオンになってるけど口パクでCM 音源流してるけどねって。いや、そうなんだ。明日は工場のデスクワークだから楽って。頑張ってね、イヤホンミミーちゃん。 SK コーヒーちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。こんばんは。聞いてみますこの曲。ほんと何者なんでしょうね、わしって。ほんとだよ一緒に推測するからね。仕事中ですけど何かって。スケコーヒーちゃん、で、お仕事頑張ってね、スケコーヒーちゃん。ライブでは MC やらないことで有名な安室奈美恵ちゃんって。いや、すごいよね。 MC なしでもさ、あんだけね、すごいよ、ほんと。もう、でも歌だけでもう満足できるくらいのパフォーマンス力が素晴らしい。手に新規で特典会切った特命持ってるアイドルは おもろい。私はでも紙に書いてたな、最初は。この時間半額の惣菜がたくさんって。根菜半額になってんの、えちゃん。わー、素敵素敵。半額セールほど素敵なものはないよね、ほんと。半額と言わずって感じだよね、ほんとね。あるさんこんばんは、ニックボちゃんペンライトありがとう。お、96位になった、ありがとう。メインランキング96位になった。安室奈美恵さんも売れる前は安室奈美恵さんとスーパーモンキーズとかグループだった。あ、そうなんだ。グループだったんだ。
半額ついつい買いすぎて食べきれなくて捨てちゃうのはあるあるって。まあね、確かにね、量多いもんね。なんか私もう結構なんかそうめっちゃ食べるわけじゃないし、ダイエットしなきゃいけないから、なんかそのどれぐらいの量を買えばいいのか、いつもね、買いすぎちゃったらさ、捨てることになっちゃうのはもったいないしね。相川みりさんが左手手首に書くから撮影してると名前わかる誰がチェキ行ったかバレちゃうね俺は歌メインよりトークメインのステージの方が好きですって。あ、そうなんだ。確かに私もトークとかしたいな喋りたい。なんかやっぱなんか喋ってさ、喋ってるところをさ見てもらった方がさ、なんかパフォーマンスも大事だけどさ、パフォーマンスよりもさ実際にさこうやってあの自分の素で喋ってるところを見てもらう方がみんなに私のことを知ってもらいやすいなって思うから、私もトークありがいい。ブルマリちゃん、テンサーミちゃん、ありがとう。スーパーモンキーズ大好き、みーちゃん。そうなの？団子はずんだちゃん、テンサーミちゃん、ありがとう。減らそう、食品ロス。本当にね、食品ロス、かがりちゃんね。減らさないとね。ぼーこちゃん、来てくれてありがとうございます。食品ロス問題はね、ほんと。深刻な問題ですよ、本当に、ね、まあでも、なんて言おうとしたんだっけ。あ、小学校の時、小学校だけ私給食だったの。中学からはお弁当だったんだけど、小学校だけが給食で、で給食はなんかまず最初にあのこう机くっつけて4人組になって一緒に食べるじゃん、小学生って。で、あのいただきますって、なんか献立みたいなのをその日直の人が読んで、で手を合わせてください、いただきます、いただきますって言ったら、まずあの減らしたい人って言って、減らすしたい人がこうやって減らしてく春巻き半額だったからお酒のつまみに買いました、みーちゃん。いいね、素敵素敵素敵あみちゃん、 MC 参加しない子だと思って最後の方バリバリ MC してたってそうだよ最後はせざるを得なかったんよ根菜買うより作る人って。すごっ、かがりちゃん料理できんの。高本亜美 with 貝殻図どういうこと安室奈美恵さんのね。タカピーさん、こんばんは。食品ロスさせ続けると私みたいになりますよって。食品ロス、なんでなんで。中学は私立だったのって。そう、中学受験して私立行ったんだけど、そう、私の生い立ち小学校はね、普通の地元の家の近くの、もうないんだけど、今はもう私の通ってた母校の小学校はもう老人ホームだからもうないんだけどそう、でも普通の家の近くの小学校に通ってたよ。肉じゃが、ポテトサラダ、豚肉の生姜焼き、唐揚げ、すごっ。朝飯前よって、すごい、めちゃめちゃすごい、かがりちゃん素晴らしい。私は料理全然そんなできない。うさばん、2回目ありがとう。ちゃんと残さず食べ続けたらこの体にすよぽん、いいんだよ。いっぱい食べる君が好き、大きな一口、我慢なんてらしくないよ、いっぱい食べる君が好きだよ。
マーモッチさん2回目ありがとう。キラボシありがとうね。夜食のおにぎり用に鶏釜飯作ってました。6号も、すごっ、6号すごっ、いいね、美味しそう、いいな、鶏釜飯美味しそう。やっぱ私はおにぎり屋さんになりたいな。なりたいもの多すぎでしょ。私なりたい、やりたいこといっぱいある。なら食べる人の担当になればいいよって。優しいかがりちゃん。でもさ、いっぱい食べる君が好き、カロリミットファンケルって言うけどさ、カロリミットあれ効くの？本当に効果あんのかな、あれ。うちの彼女は食べる担当って、あ、そうなんだ、作ってあげてんの、いいね。大塚駅前におにぎり屋さんあるね、ボンゴ。あ、ね、ボンゴってみんなが教えてくれて調べたよ。私調べました、みんながこの前教えてくれて。見たよ、確かにめっちゃ並んでたね。めっちゃ大行列って書いてあった。鮭昆布明太子のおにぎりが好きですって。いいね、全部美味しいよね、ほんとね。やっぱね、なんか最近は私は新八食堂ってとこ、新八食堂っていうところがあるんだけど、そこがめっちゃ好きなの私。そこがめっちゃ好きで、たまにね、もうね、前までは一人で行けなかったんだけど、もう最近は一人でも行けるようになっちゃった。たまにね、一人で行ってる。なんか、そう、なんだろう、あんま友達同士で行くところでもないから、一人で行ってる。おすすめ、付け合わせはたくあん派ですかって。付け合わせは、いや別に私は何もなくても大丈夫。新八食堂美味しいよねって。え、美味しいよね、新八食堂。おー、大好き新八食堂。いや、この気持ち共有したい、みんなと。行ってみて、絶対一回は行った方がいいよ、本当に。金八先生じゃないよ。金八食堂、間違えた、新八食堂。新八食堂、メモして。焼き魚食べたくなったら新八食堂行くって。え、だよね、ポンちゃん、だよね。なんか、そんなに家でさ、あんまり焼き魚とかさできないし、とか、もお魚焼き方も分かんないし、焼くのも持ってないから、そう、やっぱでもお店で食べるのが一番。かんきちくん、ピンクたい焼きありがとう。かんきちくん、たくあんって大根からできてるんだよなって。え、そうなんだ、たくあんって大根からできてんの。昭和食堂なら行ったことあります。昭和食堂は聞いたことないな。昭和食堂、神奈川新町、それはね、何、駅名、大企業の社員食堂は一番安くてうまい定食って。まあ確かに、確かにね、社員食堂ね、社食でもそんな、ホッケ焼きとかサバ塩定食食べたいって。いいね、いいね。サンマは家では焼けないからサンマ定食食べたいって。いいね、みんなやっぱ和食が一番だよね。何からできてたと思ってたんって。たくあん、なんだろう、たくあんは、いや、たくあんはたくあんってものがあるんだと思ってた。普通にそのなんか土とかに埋まってて、大根みたいな感じ、人参とかと一緒で引っこ抜いたらたくあんが出てくるもんかと思ってた。昭和食堂は秋葉にある安くてボリュームがあるところだった気がするって。あ、そうなんだ。今海苔が
歴史的な不作。畑から取れたたくあんってもうメルヘンやんけ。違うんだね。全然知らんかった。普通に引っこ抜いたらたくあんが出てくるのかと思ってたよ。魚も切り身で泳いでるんだよって。それはわかるよ、それはわかる。お魚、でもなんかそう、なんだろう、アジってアジの開きってあるじゃん。私だからアジってめっちゃこういう大きいのかと思ってて、でもこんなに開かれてるんだと思ってね、びっくりした。ジンジャーエールが生姜からできてるの知った時ビビった。ジンジャーエールって生姜から出てできてんの？知らなかった。地面から大根引っこ抜いたらアミちゃんの形で出てくるのって。そしたらさ、やばくない？普通にもう事件だよ、それも事件。買い物終わった。えちゃん何買ったの？お疲れ、おかえり。いちごは野菜、いちごは野菜。そうそうそう、いちごは野菜よ。いちごは野菜です、果物じゃありません。生姜からジンジャーエール作った人天才よね、マジで。そうなの？普通に知らなかったんだけど。ジンジャーって生姜だよって。あー確かに、ジンジャーは生姜なのよって。あーなるほどね。でも普通になんかさ、そんなにそういう名前借りてんのかと思ってた。なんかなんだろう、なんかうーん、例えば何だろう、ちょっと全然出てこないけど、たまたま同じ名前になっちゃったのかと思った。ジンジャーイコール生姜、生姜に砂糖を入れて炭酸水混ぜたやつ。そうなんだ。生姜と砂糖で炭酸水。そうなんだ。鶏肉、豚肉、鶏肉など野菜は買ってません。いいよ、えちゃん、好きなものを食べましょう。好きなものを食べましょう。ぶんごちゃんこんばんは。ぶんごちゃん来てくれてありがとう。ぶんごちゃんありがとう。てかさ、そういえば私これをまだファンルームに載せられてなくてさ、このみんなに描いた絵を。そういえば結晶ありがとうございました。今日中に載せますね。そしてブンゴちゃんをパンチュですよ。ブンゴちゃんをパンチュ。履くの？履かないの？履くの？履かないの？履いてるんですけど。パンチュ。昔付き合ってた彼女、農協で働いてたからいちごのそれは聞いてたって。そうなんだ。みーちゃん、みーちゃん元カノのお話、元カノエピソードがいっぱい。シャンパンに憧れて生姜から煮たの作る、その発想よって。メロンパン的なって。そう、もちちゃん、そうそうそう、メロンパン的な。だってメロンパンはメロンじゃないじゃん。そうそう、メロン入ってないのにメロンパン。そう、もちちゃんありがとう。そうきくん、お花ありがとう。焼き魚なら炭火焼き干し物食堂越後屋が結構おいしいよ。メモメモだね、メモメモ。どこにあるの？その昔コカ・コーラは星の成分が入ってた。コカ・コーラにコカの成分が入ってたのは今では黒歴史。コカ？コカって何？あ、かぶった。
小殿、小殿来てくれてありがとう。ずんだは枝豆からできてるんだよって。え、でもずんだは枝豆の味するもんね。履かないんですけど履いてください。コーラは製造ミスがきっかけでできたんよなって。え、そうなんだ。なんでそんなみんな詳しいの、すごい。みーちゃん、はみーちゃんマシュマさんこんばんは。えっちゃんだるまありがとう。えっちゃんめっちゃ可愛い、履いてますよ。いやん。ブンゴちゃん履いてる。チェーン店だからいろんなとこにあるよってポンちゃん。え、そうなのね。そうなのか。見たことないな。小鉢さんこんばんは。普段は出さないように気をつけてるんだけどってみーちゃん。全然いいよ、全然いいよ、全然いいよ。でもな、なんか私その TikTok で、 TikTok のコメント欄で結構なんか元カノに似てるって言われること多いの。どう思う？ゆうくんだるまありがとう。マシュマーさんあみちゃんズになったよ、ありがとう。コカいけない お薬の原料、あああれか、薬物、なんだっけ、所持しちゃいけないみたいなやつ、薬物。テキーラも火事が原因でできたらしい。そうなんだ。テキーラ。かんきちくんペンライトありがとう。枝豆は大豆の子供、大豆になる前の状態。そうなの。てか全然関係ないんだけどさ、そら豆くんのベッドっていうさ絵本があったんだけどさ、それ大好きだった私。っていう全然関係ない話。アミちゃん元カノかっこ空想上の生き物に似てる。それはジェネリックさんですか、もしかして。ジェネリック言ってくださった。スーシーさん、 KHAO さん来てくれてありがとうございます。もともと推していた人に似てますね。2020年くらいかなって。2020年くらいに推してた人誰だ、もともと推してた人って誰。富吉さん、グリとグラが好きでしたって。グリとグラ懐かしい、グリとグラね。絵本まだあるかな、ちょっと絵本ちょっとお母さんに見つけてもらおう。もしあったらね、読み聞かせしたいからみんなに。声優さんのことをモタカノって呼ぶ異常者だと思われてるって。全然異常じゃないよ、全然全然異常じゃないよ。声が似てると好きになるのはあるあるって。え、そうなんだ、そうなんだね。でもなんか声ね、声確かに私、でも私と似てる声の人はあんま見たことないけど、まあ自分じゃわかんないのか。最近リアルな夢見たんですが、アミちゃんはそういうの見るって。え、見る見る見る。なんかなんか昨日見た夢は、昨日見た夢はなんか最近多分外国人の方が世の中多いじゃん。そんなに街中でもいっぱいいらっしゃるじゃん、外国人旅行とかでね、何で来てるか分かんないけど、外国人の方がいっぱいいて、でなんかお母さんと私はお買い物に行ってたので、あの外国人の方がいて、で店員さんがなんか英語がちょっと喋れなくて困ってたのね。でどうしようどうしようみたいな、ああなんかもうどうしようみたいな感じでめっちゃパニクってて、店員さんが。そしたらお母さんがめっちゃ急にペラペラの英語をスラスラ喋り出してめっちゃびっくりしたっていう夢見た。夢だよ夢、まあ、リアルではないかこれ。あわこいってグループに似てる人いたな、あみちゃんだったわって。
ちょっとね、名字が変わったんですけど、同一人物です。えちゃん〇〇〇〇あみって人なんですけど、それはよーしーかんはあみちゃんって人かな。ちょっとね、私ね、名字ね、ちょっと変わりすぎてね、ちょっとバツ2なんですよ。バツ2なんですよ、名字2回変わっててね、すいませんね。優しいひろくんこんばんは、来てくれてありがとう。なおきくんこんばんは、あみちゃんありがとう。円安だからユーたくさん来日してるね。そうだね、ほんと。いやでもありがたいけどね、ほんとにありがたいし、外国人の方はみんなほんとに優しい方が多くて、たまに完食まである夢があるって。え、ほんとに？つよぽん、完食？それはやばいね。あみちゃんが罰に。そう、柳瀬、吉川、高本、ぽんちゃん。そうです、名前は、下の名前はね、変わってないのでね。マクマクちゃんハートありがとう。罰に笑う。外国人にバスキンロビンスを聞かれたら、それは31。そうなんだ。はいはいはい、確かに書いてあるね、31ね。え、ベルボーくんこんばんは、来てくれてありがとう。次は私の名字になりませう。なるかもしれないよ、もしかしたらね。だってね、同じ名字とかかもしれないしね。ってことで、2時間ぐらい経ったので本日も始まります。高本亜美ちゃん、上手だねのコーナー、イエーイ。パチ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 、私が描く絵が何の絵か当ててもらうコーナーになります。毎日2問出題しているので、本日も2問出題させていただきたいと思います。ぜひ当ててください、お願いします。吉川からしか知らんかったって、団子弾んだちゃん、そうなの。ちょっとね、15歳の時に1回だけアイドルしてたんだよね。ゆうくん、あみちゃんズになった、ありがとう。画伯。まくまくちゃんハートありがとう。1分だけでもいいから配偶者になってください。1分だけ。1分やばい、そんなあんのかな。てか、なんか私のお友達でさ、なんかそのなんか付き合おうみたいな、付き合おうって言って、あの男の子と付き合った子がいるんだけど、でも2時間で別れてたんだけど、2時間の間何あったんって思って、でもなんか LINE してたら、ちょっとなんか LINE のなんか話が合わなくて嫌だったみたいな言ってた。大喜利大会、天才画伯亜美ちゃん、コダックじゃない、ベレー帽をあげたい。ベレー帽ね、ベレー帽めっちゃ好き。本日もアイスのみ、今夜はブドウと見たって、まだ違いますよ、まだですよ、ちょっと待ってくださいね。1分でバツイチになって白をつけたいです。絵がうますぎるコーナーですねって、そうです、絵がうますぎるコーナー。じいさん、じいさんチラッとありっとね。そんな早くからやってたんやったら言ってよって、ひろのりちゃん、そうなの、ほんとそうなんですよ。そんなね、アイドル全盛期の時代もね、ちょっとやってたんですよ。なんてグループのアイドルですかって、ウリャオイジャパンってグループ。あさってわし配信するなんて言えない。え、そうなの、イヤホンミミちゃん、それはレンタル彼女でしょ。2時間って付き合ったことになるんか。本当だよね。現場みちちゃんこんばんは。団子はずんだちゃん、って。マクマクちゃん結婚してありがとう。マクマクちゃんと一緒ならどんなことも乗り越えてゆける家族になろうよ。さあ今日はどんな名画が生まれるかな。本日の絵、何を描こうかな、何描こうかな。
オッケー。ぬいぐるみ検索2時間唐揚げの漬け込み時間よりも少ない？何やら部屋の中探し中。昨日はファブリーズだったから今日はリセッシュだな。違うよ違うよ。ちょっと今日難しいかもしれないよ。ちょっと今日難しいかもよ。コイキング？コイキング？うなぎまんちゃんこんばんみちゃんありがとう。野原しんのすけじゃないよ。コンコンこんばんは。周りを見てますが冷蔵庫の中身を透視できる能力持ってます。違う、冷蔵庫見てあーって思い出したの。今日は緊張るなんじゃないって分かった。歯ブラシ立てるやつ違う。いくよ、みんないいですか。じゃーんこれは何の絵でしょうか。ほら野原しんのすけだぞじゃないよ。違います。アイスの実、ファブリーズ、あとなんだっけ、あとケープとか、ケープ、炊飯器。違います、炊飯器じゃありません。じゃあじゃないです。せいやさんこんばんは。七輪でお餅を焼いてるとこ違うな。太鼓じゃないよ。漬物石違う。黒淵さんフォローありがとう。宇宙刑事ギャバンなんだそれ加湿器じゃないんだよな、加湿器じゃないんだよな。ベジータがナメック星からやってくるときに乗ってたカプセル違います。ジュンヤくんこんばんは。割るタイプの貯金箱違う。加湿器じゃない、バームクーヘンじゃない。何それ、炊飯器違う。へーボタン違う。ホヤ違う。ホヤホヤって何。空気清浄機じゃないです。みんなやっぱ難しいね。やっぱ難しい。これは電磁調理器じゃないかな。違う。マイナスイオンを出すなんかの家電違う。俺の食べ物違う。怪しい壺売りつける気ですか違う。宇宙人じゃないよ。加湿器じゃない。貯金額貯金額違う違う。 IH のコンロ違う。みんなちょっと正解言っていい、正解言っていいですか。爆弾スイッチじゃないよ。正解言っていいですか。いきます。正解は、正解者ゼロということで、正解はこれは洗濯機でした。洗濯機、洗濯機でした。これ独裁スイッチ、ネズミコウの壺本当はアミちゃん未来から来て思わず未来の機械を変えたお餅作るやつ違う。 DJ アミちゃん漬物石って丸すぎますはってって乾燥機付きって、うん、洗濯機ちょっと何言ってるか分かんない嘘、洗濯機でしょどう見てもこれは。洗濯機、洗濯機洗濯機でしょこれは実物公開夜、宇宙船謎の縦型自動洗濯機でしたかって
絶対炊飯器やん、そんな餅つきみたいな洗濯機あるって。いや、こんなもんよ、こんなもんよ、ちっちゃいよね。ケンタッキーに謝ってマクマクちゃん、ハートありがとう。確かに洗濯できるやつは丸い感じ。そうだよ、丸い感じだよ。俺の家にあるやつと形違う。やっぱ洗濯機も洗濯機でいろいろ種類あるからね。ドラム式派だからわからんって。あ、ドラム派なんだ。もうちょい四角いと思うんだけどって。でも私はこうなの私はこうなの。うちの洗濯機もっと立体的なんだがって。いや、みんなは立派なね洗濯機を持ってるかもしれないんですけど、私はそんな立派な洗濯機持ってないので。もう一丁、次は、次はね、ちょっとまあ難しいけど一人ぐらいね当ててほしいよね。アミちゃん洗濯するのって。するよ。もう少し写実的に書いて、すいませんキャベツ洗わないで注意書きしてあるタイプの洗濯機かってキャベツ洗わないでのやばい。絵の中の丸は何ですかって。丸はこうパカッて開ける蓋。アミちゃんの洗濯機は二次元的よし、次ね。次は家の中にあるものじゃないやつにするわ。あ、おもちゃの洗濯機かって。おもちゃの洗濯機違う、わかったよし、違う。響くん、やっほー。さあ来い、洗面台。洗濯の時いろいろ入れすぎるんでしょって。そう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 、柔軟剤をね入れすぎちゃう。なんか入れるところがなくて。よし、あ、後ろ向きちゃん来てくれてありがとう。わかった、泡で出るハンド欲しい。違います、待ってね。パパの下着と一緒にされると怒るんでしょって。怒んないよ全然怒んないよ全然全然。いや、でも待って、やっぱ家の中にはあるものだわ。家の中にはあるものになっちゃうと、うわ、すいません。アウストラロピテクス違うよ。掃除機じゃないよ。こんな感じかな。カリメロテレビ北京原人、俺の歯ブラシ行きます。これは何の絵でしょうか。じゃーん、柔軟剤バニラの香りにしたらお相撲さんみたいな匂いそうなの。お、つよぽん正解、免許証正解。ホームエレベーター、モニターホン欲しい。免許証、プリクラを貼った免許証免許証正解。水道修理のカード
じゃん、免許証でした。早いなみんな。で、電車運転士あみちゃん。マイナンバーカード、マイナンバーカードね。うわ、免許証と迷った。では実物をって。実物。免許証は写真逆やでって。うっそ、そうだっけ。マイナンバーカードかと思った。マイナンバーカードでもいいんだけどね、これどっちにもなるね。よしくんこんばんは。あみちゃんゴールド免許かーって。次ね、次ゴールドになる。なめ猫の免許証。懐かしい、懐かしい。ということでね、今日も配信ありがとうございます。右側なんだ、右側なんだね。さっきの洗濯機の難易度よって。右側に写真。本当に免許証かわからないので公開お願いします。やばいよ。免許証公開はちょっと。シワシワが昔の電車のパネルに見えた。免許証って合格の時の点数わかるよねって。え、そうなの。ゴールド直前に一旦停止で切符切られました。わー、一時停止。あ、気をつけて本当に。いや、私はペーパーだから次もゴールドになります。イエーイ、ゴールド免許になるよ次。まだだけどね。ってことで、高本亜美ちゃん、上手だねのコーナーありがとうございました。パチ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 。減点点数書いてあるって。あ、そうなんだ。運転しなきゃそりゃね。そうなんです。そう、まあでももともとなんか身分証のために取ったんだけどね。ってことで、ことで皆様本日も配信ありがとうございます。明日もね配信するので、ぜひぜひぜひ見に来てくださると嬉しいです。今日はねちょっと最初の方にちょっとだけ課題曲を皆さんに聞いていただいたんですけれども、ね課題曲本当にめっちゃ、結構本当私が今までに歌ったことも踊ったこともないようなロック貴重な感じなので、これからも残り1ヶ月もない、少ない期間なんですけど、残り少ない期間本当レッスンも頑張りつつ、自分でもね練習もいっぱい頑張りたいと思います。今日も配信ありがとうございました。ということで、スクショタイムして壇上読んで終わります。よ、画伯、今日の問題の抵抗差俺98点、すごっ、上手だねコーナーでした。えっちゃん、お疲れ様でした。おかげさまで早めに寝れます。今日は早い時間で助かりました。すいません、いつも遅くて。おつおつ、みんみんちゃんありがとう。ということで、はい、スクショタイムお願いします。響きがお花ありがとう。スクショお願いします。パシャパシャ。おつカレーライス食べたい。おやすみパー、早いよ。早いよ、じゃんけん待ってね。今日はうさぎちゃんでした。ありがとうございます。ぬいぐるみでかいね。免許証の番号を一番最後は失効回数だから、2、3回とかあったら信用がなくなるらしいよって。そうなんだ。怖っ。昨晩は見ながら寝落ちしてましたって。夜遅かったもんね。ありがとうね、ほんと見てくれて。小顔効果を狙うあざとい高本さん。違うよ、違うよ、出さなきゃ負けだよ、じゃんけん。えちゃん、あみかわいい、結婚してありがとう。かわいいえちゃん、かわいすぎだよ。えちゃんと一緒ならどんなことも乗り越えてゆける、家族にならんよ。お疲れもありがとう。えちゃんもお疲れ様、よしよし。
勝ったってポンちゃん、またね竹本ちゃんありがとうってことで壇上を読みます。いきます。13位小山くん、12位なまこちゃん、11位ケイスーくん、10位ひびきくん、9位リリーちゃん、8位まくまくちゃん、7位ジャッキーちゃん、6位みーちゃん、5位ポンちゃん、4位かんきちくん、3位ボレミトちゃん、2位ニックボちゃん、1位えちゃん。えちゃん殿、あなたは高本あみちゃんのライブショールーム配信で優秀な成績を残したことをここに称します。2024年6月12日、ありがとうありがとう。出すの忘れた、お疲れありがとう。団子はずんだちゃんバラありがとう。皆さん拍手パチパチパチありがとうございます。ということでじゃんけんして終わります。いくよ、じゃんけん、お待ちかねのじゃんけんいきます。高本あみちゃんじゃんけん、じゃんけん、せーの、チョキ。最初はパー勝ったって負けです、負けチョキでした。さすがに後出しがすぎる。違うよ違うよ、フライングでしょ、みんながフライングなんだよ。負けた？勝った？勝った方も負けた方も愛子の方もね、明日も元気に頑張りましょう。ありがとうございましたチョキー、珍しく勝利、おおめでとうまたね、後出しなので負けですって違うよ違う、ポンちゃんがフライングなんだ。ブルーちゃんまたね、よしくんありがとう、バルミトちゃんおやすみおやすみ、ありがとうね、おやすみ。団子はずんだちゃんおやすみ、ひろのりちゃんおやすみ、ありがとう、また明日ね、時差わらまたね、つよぽんグッナイト、よしきさん音符ありがとう、えっちゃんバイバイ、ひびきくんお疲れ様、おやすみありがとう、またね明日ね、明日も9時くらいから配信できたらします。でももしできなかったら10時になっちゃうかも、9時か10時とかなりそうです。よろしくお願いします。またねおやすみ、終了、おやすみなさい。あーキラキラ星ありがとう、おやすみ。